愛良市立山田小学校は、鹿児島県愛良市加盟にある市立小学校である。1869年に、元の児童カリアの場所を利用して、学問所として設置されたのが始まりである。この場所は現在愛良市役所山田出張所になっている。廃物希釈により職を失った僧侶を教師として、採用していた。1872年学生により、 外八89教皇と解消し、1886年、小学校令により山田神城高等小学校となった。1898年9月に、現在農協山田支所となっている場所に移転した。1909年4月に、稲荷神城小学校と、日枝田神城小学校を併合した。1924年4月、山田村立補修学校を併設し、 1926年4月からは青年訓練所も併設した。1930年に現在地へ移転した。1941年4月から山田国民学校となり、戦争末期には種子島の島間国民学校からの疎開児童を受け入れている。1947年4月に山田村立山田小学校となった。 1951年5月に開拓地として指定されていた、日谷にとべの分け子を設置した。しかし児童が減少し道路も整備されたことから、1966年3月31日をもって文港は閉鎖となり、スクールバスの運行に切り替えられている。ありがとうございます。